ロー・ヘーゲル派は、ドイツ観念論の哲学者、ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルの哲学の流れを、組んで、哲学を展開したグループの一つ。ヘーゲル学派の中でも、政治的、宗教的に保守的な立場であったことから、ヘーゲル派とも呼ばれている。ヘーゲルに従事していた学者が多いことから、青年ヘーゲル派と対照的に、ロー・ヘーゲル派と呼ばれている。ただ、 ヘーゲル左派に対して時代的な波に乗り遅れ哲学史的にはヘーゲル哲学の伝承解説を行った程度で建設的な成果を残せるものではなかったと言える。ヘーゲル学派の誕生経緯は青年ヘーゲル派やヘーゲル学派などを参照されたい。次第にヘーゲルの弁償法の原理を唯物論的に展開していった青年ヘーゲル派に対し老ヘーゲル派は ヘーゲルの主張をそのまま伝承し、ヘーゲルの主張する哲学と宗教の同一性を受け入れ、超越神的要素とイエスを新人として受け入れ、福音書の物語性を主張した。したがって、ヘーゲル右派は、ヘーゲル哲学の持つ観念論的性格をそのまま受け入れ主張し続けたと言える。このことは、次第に市民社会が色濃くなってきた、当時のドイツの世相にかみ合わず、 人間の人間としての存在意義を追求し続けたヘーゲル・左派に比べ時代的、政治的にも遅れを取ってしまったと言える。しかし、ヘーゲル・左派は前述のような見地から次第に政治的な色彩を強め、マルクス主義などに解消されていくのに対して、ヘーゲル・右派は哲学の立場を守り続け、ヘーゲルの著作集の刊行、ヘーゲル哲学の解説に努めた。 そしてこれは、ヘーゲル中央派と共に、ヘーゲル哲学を構成へ、特に20世紀の新ヘーゲル派へとつなげていくものとなった。ありがとうございます。